おばんでやんす。というわけで本日はこちら春日部駅から徒歩 2,3 分ぐらい、麺屋豊さんにやってまいりました。いやー、こちらのお店、春日部エリアでは屈指の人気を誇る中華そばがいただけるお店ということなんですけれども、 LINE ライブとかでね、いや感性豊かっていろんな豊かが出てくるシリーズで突っ込んでたら、麺屋豊かが出てきちゃったよ。果たしてどんなラーメンいただけるんでしょうか。楽しみですね。それでは今日も張り切ってゴー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 で、はい、というわけで今回も懲りずにやってまいりました。いやー、この日はですね、関東地方記録的な寒さで、そんな寒さの中バイクで春日部までっつって、超しんどかったですね。もうそろそろ着くかなって思ったところから、さらに2段階ほど遠かったですもんね。まあ春日部といえばクレヨンしんちゃん、永井雄一郎さんなんか思い出すわけなんですけれども、そんな思いまでして到着した春日部のお目当てのお店が閉まってたという悲劇、というわけで急遽こちらの豊さんにお邪魔したということです。それでは現場の竹永さん。はいはい、こちら現場の竹永です。はい、というわけでこちらが特製中華そばの大盛りです。そしてこちらが自家製餃子。それでは早速いただいてみましょう。チーズ、油の味が効いた醤油だしの中華そばのスープといった感じなんですけれども、そのね、醤油味の奥にね、貝のだしかな、ちょっとね、口に残る深い味わいのだしの味が効いてますね。すげえ。うわー、寒い時期にこのスープだけずっと飲んでたいみたいな、そういった感じですね。うわ、すげえ。はい、そしてこちらの麺、自家製麺らしいんですけど、細麺のストレートタイプの麺ですね。歯ごたえもよくって、油の浮いたスープ、油の部分が麺に絡んで、ちょっとした油そばみたいな感じでいただけますね。はい、それではこちらチャーシューいただきたいと思います。一旦炙ってあるからね、香ばしい香りもするんですけれども、油の部分はもう口に入れた瞬間スッと溶けてくる。お肉の部分にはもうハムみたいな味がしっかりと染み込んでる。これはうまいね。丼全体にね、柚子の粉を散らしてあるんですけど、その柚子の風味がいいアクセントになってますね。はい、それではこちら餃子いただきたいと思います。本当にね、ラーメン屋さんの餃子といった感じじゃなくて、ね、もう本格的な中華料理屋の餃子。すいません、空振りしてしまいました。いただきましょう。皮はもちもちで、あんにもね、しっかりとね、甘めの味付けがしてあって、野菜のシャキシャキとした食感も残ってて、いや、これはうまいね。ご飯とよく合いますよ。はい、それではこちら味玉いただきたいと思います。いか
がでしょうか。黄身の色が鮮やかで、これ美味しそうですね。いただきましょう。黄身の舌触りが滑らかで、口の中に入れた瞬間でこうね、ニュルミザラみたいな、この食感が本当にですね、I love you。 すいません、あまりのうまさ、尾崎豊かになってしまいました。いや、豊か、はい、というわけでこちら完食です。はい、というわけでいただいてきましたけれども、いや、すごいあっさりなんだけれども、醤油スープの奥に感じる出汁の味がとっても個性的でしたね。いやー、うまかったな。本当にあのスープだけを飲みに来てもいいっていうぐらいとっても印象的でした。というわけで皆様もお近くにお立ち寄りの際はぜひ一度試してみてはいかがでしょうか。なおですね、毎度おなじみこちらからピヨッとカード出てまいります。そちらに関連動画やアンケートを添付してございますので、合わせてチェックしていただけるとありがたいなと思います。以上、こちら春日部麺屋豊さんよりお送りいたしました。ごちそうさまでした。